まあ、体のその骨盤の使い方とかそういうのがこうちょっと腕を下げた方が合いそうなイメージがあるっていうのを黒田さんとか、まあ、監督の方からまあ助言していただいて、何か変えないといけないなっていうふうには思ってたので、まあ、その10年目を生きかね、いっか、きっかけにっていう言葉をまあもらって、まあ確かにそうだなと思って、まあ取り組んでみようと思ったっていう感じですね。投球フォームをサイドスローに変えて挑む今シーズン。以前よりも左腕を下げることにより、どんな変化が生まれたのか。これまでではやっぱりなかなか通用しないとまではいかなくても難しいと感じている部分があったってことです。